グロッググロックはラム酒の水割りのこと。特にイギリス海軍の上院に支給された酒を意味する。近年では下記のようなカクテルとしても飲まれている。カクテル名はラムに水を混ぜることを考えたイギリス海軍帝督のあだ名から付けられた。キャバリア館内にあるグロッグの存在公開時代、長期の公開では損に入れた飲み水に藻が入って飲めなくなるため、 船員への水分補給に酒を配給していた。もともとは、ビール1ガロンイコール8パイントであったが、航海の長期化は、液体の保存の困難さや、積み込み量を増大させたことから、これをワイン、または、スピリッツ1パイントに置き換えることができるとされた。1655年のジャマイカ征服後は、入手の容易さから、ラム酒がブランデーにとって変わり、 1731年には、正式に規則で1、2パイントが、配給量として定められた。イギリス海軍の提督エドワード・バーノンは、配給されたラム酒を水兵がすぐに飲まず、数日分を貯めてから飲むという悪癖とそれが引き起こす、問題への対策として、1、2パイントのラム酒と水を1、4の割合にして保存できなくし、さらに1日2回に分けて配給することにした。 これは船員には不評で、提督の着ていたグログラムという木の溶けの梱包の洗い、布地の上着から、オールドグロックというあだ名が、提督につき、この飲み物は、グロックと呼ばれるようになったという。ラム酒の支給は1823年には、半分の1、4パイント、1850年にはさらに半分の1、8パイントに削減されている。ラム酒と水の割合は初期には1。 4であったが、第二次世界大戦までは1、3、戦後は1、2であった。また、罰則として1、6に薄められることもあったとされる。あとに、レシピにレモンジュースが加えられるが、これは解決病対策として、1795年に当時の医学的意見を無視して、デートクたちの遠征結果から、英海軍本部が、 レモンジュースと砂糖を通常の食事の一部として導入したためである。スペインとフランスが対イギリス同盟を組んだ第二次産イルデフォンソ条約以降、レモンが入手できなくなると代替品として西インドのライムが使用された。イギリス人のあだ名にライミーが使われるようになったのはこれがきっかけである。アメリカ海軍においては1794年に議会によって ビール1クオート、またはスピリッツ1パイントが認められていたが、1797年にスピリッツ1、2パイントに削減された。この当時、配給に使われたスピリッツとはラム酒であったが、トーマス・ジェファーソン大統領の下で海軍長官を務めたロバート・スミスは、1805年で4万5千ガロンが配給で消費されたラム酒を国内産であるアメリカ製、 ライウイスキーで代替することを発案し、1806年には2万ガロンをライウイスキーとし、またバーノン帝徳同様に水で希釈して配給するよう指示した。これが受け入れられたことから配給はライウイスキーへと永続的に変更されたが、水兵たちはイギリス海軍に習って水で割ったライウイスキーをボブスミスと呼んだと言われる。 イギリス海軍では1970年7月31日までグロックの配給を続けた。この最後の配給日は水兵の嘆きをもってブラックトットデーと呼ばれている。スピリッツの配給はアメリカ海軍は1862年、カナダ海軍が1972年、ニュージーランド海軍では1990年に廃止されているが21世紀の今日において ラム酒の配給が完全になくなったわけではない。スプライス・ザ・メイン・ブレイス・ホブネ時代の戦闘中に切れた面白のブレイスを繋ぎ直すという困難な任務の達成においてラム酒の追加配給を行ったことを起源とする報奨の遠極表現がある。ただし、この命令の発令者は非常に限られており、イギリス海軍であれば女王、王族、海軍委員会、 カナダ海軍であれば、女王、カナダ総督、国防長官のみとなる。この命令が出された例は、ブラックトッドデイ以降であれば、チャールズ皇太子ご成婚、ウィリアム王子ご誕生、フォークランド戦勝、エリザベス女王在位50周年、トランファルガー戦勝200周年記念館館式、カナダ海軍100周年、エリザベス女王在位60周年がある。北欧諸国などでは、 グリュワインをグロックと呼ぶが海軍で配給されたラム酒との関連はない。スウェーデン語でのクロジェットは焼きなましを意味し、転じて焦げた、温めたの意味であり、起源は16世紀に遡るため全くの別物である。北欧諸国や英語圏の一部サブカルチャーで用いられるラム酒を起源とするグロックはソフトドリンクで割った上流酒一般を指す。オーストラリアでは 開拓初期から数十年間、労働者階級にとって、スライグロックショップの希釈あるいは粗悪なグロックが入手できる唯一のアルコール飲料であったことから、現代のオーストラリア、ニュージーランドでは、グロックはアルコール飲料に関連する俗称となっている。また、よって、フラフラの状態をグロッキーと呼ぶことがあるが、グロックを飲み命定状態に陥ったものという意味の、グロック コーヒーが添加したものである。温めたタンブラーにラム、レモンジュースを注ぐ。角砂糖、シナモンスティックを入れる。熱湯で満たす。かき混ぜる。クローブを浮かべる。コーヒーにラムを入れたものをコーヒーグロックと呼ぶ。ただし、通常はラムの他に適量の砂糖やバターを加える。このコーヒーにラムを入れるという飲み方は特に北ヨーロッパで好まれている。 なお、バターの代わりに、生クリームを使う場合もある。オーストリアから、ドイツ南部にかけて、ヤーガーテーもしくはイエーガーテーと呼ばれる、ホットカクテルが、陶器の名物となっている。名称は、漁師のお茶を意味し、紅茶と、国産ラムを混ぜ合わせて、スパイスや砂糖を加えてから、クリューワインのように温めて提供される。瓶詰めされた調味済みイエーガーテーも市販されている。 AB 唐沢和夫コーヒードリンク 246P49 柴田初店1995年8月10日発行 ISBN4 から388から 0575X 唐沢和夫コーヒードリンク 246P153 柴田初店1995年8月10日発行 ISBN4 から388から 0575X ありがとうございます。